どうもこんにちは、ジオサンキューチャンネルです。今日は新しく買ったカメラを持って外に出かけてるんだけど、どうだろうな、風とか音とか、いろいろ心配なんだけど、まあ、今めっちゃ逆光だから特に何にもうまく映らなそうな感じもするわ。あー、なるほどね、いろいろと学びがあるね。反対側も見てる。こうか。今から、近くにある公園に向かって歩いてます。四つ池公園だったかな、ちょっと距離はあるんだけど、その四つ池公園っていうところで、多分ね、そこは一番静かだと思うから、まあ、今多分こう車がすごいいっぱい通ってて、まあ、車通りも激しいんでね、四つ池公園っていうところでちょっとまったりできるんじゃないかなと思ってます。ということで今移動中です。ブラジルの人が多いんだ。多分ここは周波数ブラジル系の焼肉、他にもインドカレーや。ああ、なるほど、これぐらい入るのか。公園って言うけど池もないし公園でもないね。くつろぎだ的なところ来ました。ちょっと行ってみますか。なるほどね、全然こういうのは撮れないんだ。ダイナミックにこう広角を映すのはいけるけどって感じか。なるほどね。というわけで今四つ池公園のおそらく、ドメイン スポットの、池のところに来てます。まあ、見るべきものはまあ特にはないかな。水面の反射が映るな。ありがちな公園のストベンチ。今日はなんていうか冬、ここのとこ冬日和だったけど、なんかめっちゃ暑くて、でもダウンジャケットを着ちゃいました。なんですごい中に空気がこもってます。ここは多分梅の花がもうすでに咲いてるな。あ、梅の花が咲いてて桜かな、こっちは。多分後ろに見えるのが桜だから、ちょっとした近所の花見スポットくらいにはなりそう。まあ、今日はとりあえずあんまり人がいなさそうで、迷惑のかからなさそうで、まあ、静かそうでということで公園にしたけど、そうだな、次考え物だな。いや、というか今日このままどっかのご飯屋さんに行って、食べ物を食べるやつやりたいんだよね。どっかで多分ね許してくれるところがあるはずなんで、ちょっとそこに、今日は行こうと思います。おそらく探そうと思います。ベトナム食堂行ってみようと思います。ベトナム料理店に来ました。家の近くにある。メニューも結構多いんだよね。ちなみに今日はどれだ、これか、鶏肉ボーランチ、多分一番の
これが定番みたいなんで、これを頼みました。あとはね、麺をたくさん食べたかったので、大盛りで。とりあえずお茶でも飲んで待とうと思います。なんだろう、ココナッツの香りがする。うん、美味しい。ちなみにこれは、ホットチリソース、いかにも辛そうな、チリソースを置いてあります。まあ、辛いの結構好きだからね、多分かけちゃおうかなと思います。はい、結構綺麗に取れるね。感激してるわ。前髪も可愛いし。はい、どうも。はい、どうも。来ましたね。これが鶏肉のフォー。これはパクチーだろうね。多分ね。でサラダとタピオカなんとかな、多分。とりあえずスープを。何の香りだろう。すごい、多分いろんな香草みたいな香りがする。透き通ってるんだけど、多分普通のラーメンよりも多分塩気がちょっと濃いかな。春巻き食べようと思います。はあ、なんか中もちょっと普通の春巻きとは違うのかな。何が入ってるんだろう。食べてわかるかな。うん、春雨、人参、ごぼうとかも入ってるのかな。結構食感がある。あとキクラゲかな。これはベトナムの代表的なデザートで、タピオカとバナナが入ってるらしいです。どんな感じだろう。おお、美味しそう。タピオカなんかだいぶ流行ってたけど、まだ食べたことないんだよね。なんていうか、このブームによってね。早速食べようと思います。あ、すごい、ココナッツミルクがいい香りだわ。ということで、第1回、外で動画撮ってみるのコーナー以上でした。まあ今回はそうだね、いろんなところというか、まあ池のらへんの自然をどういう風に撮れたのか、あとは桜じゃないね、梅の、アップが多分あったから、梅のアップがきっと綺麗に撮れてるか、あと全体的に何を残すかとかってやっぱちゃんと考えないとダメだね。その辺りの基本的なことを次回は生かしたいな。あと飯屋でね、やっぱ大きい声出せない、出しちゃいけないっていうやっぱ気持ちがあるから、うん、その辺りもうちょっと考えなきゃいけないね。あとはカメラの向きとか、あとは料理を食べた時のコメントとか、ちょっとね、あの課題はたくさんあるね。見えたね。まあ多分ね、動画編集してる時にさらにね、多くのなんていうか課題というかね、 あそこ合わせればよかったなみたいなのが見えるはずなんでね、また動画の編集をしてまたやってみようと思います。それじゃあね、また元気で。次回のその企画は、ちなみに今考えてるのは、無職公園でパンを食べるです。ではまたね、次回の動画で会いましょう。ほな。